皆さん、マッチャーマッパ翔太でございます。現在なんですけど、日本最南端波照間島に来ております。鈴木さん、どうですか、波照間島。見てください、見てください。もう見たほうがいい、もうやばいね。このビーチ、信じられない、信じられないほど綺麗。はい、はい、もうこの辺もすぐ行ったら、もうカメも泳いでますからね、ハート。やばいですよ。はい、で、今からなんですけど、ちょっとね、この日本最南端の幻の酒、もうほぼ市場に出回ってない泡波をまず飲んでいきたいなと思います。 OK、 OK、プロシミ。おー、匂いどうですか、この泡波。なんかフレッシュ、なんかソーセージみたいな匂い。ソーセージ冗談ですけど、ちょっとほんまになんかフレッシュな、結構すごいなんか新鮮な水の匂い。ウディ、あー、ウディがね、こう、ちょっと、あまり、オレンジさん、クー、オレンジ、オレンジ、ウォーター、シーウォーター。もちろんウォーターですよ、ウォーター。シーウォーター、no、シーウォーター、やるんです。ソーティーテイスト。おい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 、どうです、お疲れ様です、ショットちゃん。やばいや、お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、あ、結構薄いね。なんかあんまり結構飲みやすい感じです。こんなに癖がない。なんか他の青森のがなんか癖がある感じです。うわー、うまい。どうでしょうか、クーと一緒に。違うジュースの方が良かった。このジュース食べてる、ルーさん、これ幻の酒ですよ。ちゃんと美味しく飲んでくださいよ。ということで、ルースさん、今日なんですけど、何しますか。正直、今何時？どうしました？Okay. So, what is the name of the car?まあ、僕らは今さっきビーチで撮ってたところが、もうすごい美しいところでね、撮ってたんですけど、カメラの反対側、反対側を見せると皆さん、こんな感じなんですよ。見てください。もうプラスチックまみれ。で、まあよく見ると、日本語じゃないんですよ。まあ韓国語とかね、まあ流れてくるんやと思うんですけど、なんかめっちゃ悲しいですよ、ルーさん。まあ僕らテレビとか沖縄のイメージがあったんですけど、めっちゃ綺麗ビーチ、めっちゃ綺麗なんか、あ、プラスチック一切ゴミのないビーチみたいなイメージしてたんですけど、まあ僕も YouTuber でこうやって動画撮る場面があって、やっぱ綺麗とこしか撮らない。でもリアリティはこれですよ。これ悲しいわ、ルースさん。どうですか。うん、いや、そうですよ。もうどこの島入り表も、うん、まあ、僕もやっぱり綺麗に見せたいと思うから、やっぱりゴミないところをね、コップを取ったりするけど、リアリティはこんな感じです。まあ今日本にここにあるのは、まあ中国、韓国、台湾のゴミがこう流れてきてると思うんやけど、まあ日本も多分捨ててると思うんですよ。日本のゴミはハワイに行ったり、もしかしたら違う国に行っているかもしれないですよ。で、まあルーさん、今この一つのプラスチック800年地球の中にサバイブするらしい、生きるらしいです。800年経たないとこのプラスチック溶けないらしいです。前ね、これもしビーチにゴミなかったら、めっちゃ綺麗で、でアライブしましょう。イエーイ。手が付いたところも日本最南端の居酒屋ミマルっていうかね、ミマルさんです。どんな感じかなっていうのちょっと入っていきましょう。ほんまですか。はい、うん、入っていきましょう。僕もとりあえずオリオンビール。
クルさん何言ってます？そう、スペシャルの飲み物メニューにいました。あ、そうやね。青森とチークワセシークワサでしょ。チークワサ、シークワサ、はいはい。あ、いいっすね。おー、いいね。はい、美味しそう。うん、チクワめっちゃ美味しい。え、チクワさん。チクワ？チクワめっちゃ美味しい。チクワ、チクワ。これちょっと怪しいんですよ。緑の餃子、グリーン餃子。これめっちゃ怪しい。これ食べてみたい、僕。はい。グリーン餃子？何で緑ですか？わからないですよ。それもね。緑の餃子って聞いたことあります？皆さん。抹茶。味ですか？茶の味の餃子なんかね、ちょっとわからないですよ。あと、ゴーヤチャンプル。ルースさん、チャンプルまだ食べたことないんちゃうんすか、ね、うん、僕も食べたこと、チャンプルいけます？ゴーヤかフーチャンプル。ちょっと、全然わからない。ちょっと。苦いイメージ。はい、苦いイメージあります。うん、はい。オンラインもちょっと読んだ。たくさん人、好きじゃないと。あ、そうですか。はい、でも、食べてみたい。はい、はい、はい。はい、一回だけ食べてみたい。OK、じゃあ。ということで、いきなり来ました。オリオンビールです。皆さん見てください。これ多分動画初ですよ。ファーストタイムビデオ。皆さんお疲れ様です。お願いします。そんなに。あ、オリオンビール。うまー。This is so good。めっちゃうまい。どうですかシークワーサー。青森、really、シークワーサーと青森割り、うん、結構炭酸も入ってますね、スパーキングも、うん、そうだよ、レモネードみたいな感じ、うん、美味しいですか、うん、よかった。これまた酒の果てには最高ですよ。イカの塩辛が上に乗ってないね。うん、気持ちいい。もう島豆腐めっちゃクリーミー。なんかどうですか豆腐。うん、うん、沖縄豆腐美味しいですね。あ、美味しいですか。ルーさん好きですか、うん、どうですか、はい、その日本の本州の豆腐ってどっちが好き。そう、私のイメージ多分、うん、沖縄の豆腐いつもと新鮮。あ、新鮮。わからない。でもいつも捨てた時、うん、ちょっと熱い。あ、そうね、熱いところもありますね。はいはいはい。サバですかね、サバが上に乗ってる感じやね、豆腐の。サバ、うん、美味しそう。何味？水、水を、うん、サバの味がすごい効いてる。どうですか、ルースさん。ルースさん、ちょっとピクすぎるんちゃう。ちょっとピクル、うん、酸っぱい感じの、すごく効いてるかね、うん、どうですか、うん、はい、なちなち注意、うん、歯ごたえある、うんうん、でも美味しい。めちゃめちゃ有名な食べ物ですよね、これ、うん、これ僕正直初めて食べるんですよ。そうですか。豚を煮込んだやつみたいらしくて、どうでしょう味。あら、めっちゃとろける、とろける。うわ、すごい、めっちゃ柔らかい。いや、相当煮込んでありますよこれ。スピナッシュと一緒に。からし。からし。うん。ちょっと待ってください。辛い。めっちゃ美味しいこれ。うん。もう中までタレが染み込んでて、とろけるような感じ。青ナビとも最高のコラボレーション。でルーさん、あと何頼んでんだっけ？ゴーヤチャンプルと。ゴーヤチャンプル。あと何？フライドポテト必殺。フライドポテトね。やばいや。いつも隠れて、いつもね、僕らはこうやって。どうですか、久々豆乳がない生活。豆乳、うん、豆乳。豆乳、うん、豆乳って何で豆乳ですよ。そう、正直、うん、この島。正直でも沖縄、晩いります、うん、もし多分、ショートトリップ、めっちゃ短い旅行は多分、絶対、キャンピングカーいらないです。いらないです。もったいないと思います、うん、はい。めちゃめちゃいろんな島行くにも高いし、車送るもね。でも家山だけ。うん。三宅島と沖縄本島まだ行きません。まだ行ってないか分からないですけど、はい、まあでも八重山だけで言うと、うん、車中泊するスポットがまずほぼない。うん、キャンプ場だけ。キャンプ場だけ。キャンプ場しか無理。と、うん、いうことで、あんまり僕のイメージ的にはもう、
なんですか、もし石垣行っても、いろんなところで車中泊できるんちゃうかなと思ってたんですけど、できないです。西表島も2カ所、キャンプ場が2カ所でそこしかできない。実はありますけど、今1個フローですかね、だから、キャンピングカー持ってきてもなかなか自由が利かないってことで、でも、まあ、長期で滞在したら、まあ、キャンピングカーで住んだ方がまず安くなるからね、まあ、キャンプ場だけにお金払うんで。そうですよね、うん、まあそういう話してるうちにビーチさんで大好物の、フライドポテトさんがやってきましたっていうことで、今日はフライドポテトさん、ルースさんダメです。 It's getting cold. You want like cold chips? すごい大きいタイプですよ、ルースさん大好きタイプですよ。 Wedges、うん、ルースさんもうこっち極太ポテトの方が好きでしょ、細いより。 ケチャップアンメイネーズ。めっちゃ楽しみですよ。ケチャップポン。どうですか。どうですか。日本最南端のフライドポテト。どこでも美味しいやろ。もう揚げてもポテト揚げたらどこでも美味しいやろ。My favorite is vinegar. Ah, vinegar. Yeah. Drowning in vinegar. なるほど。So all you get vinegar. What about it?緑の餃子、これめっちゃインタレスティング。で、まあ、聞いてみたいところ、独特な香り、なんかすごいなんかオリジナルなテイストがあります。なんかそれが多分長寿層だと思うんですけど、1個食べたんで2年長生きできます。もう嬉しいです。ほんまですか。ほんまですか。初めてそんなこと言ってくれましたよ。全然違います。全然違う。めっちゃ嘘。嘘人今日。いやでもこの緑の餃子、皆さんめっちゃ美味しいです。 This one is like this is a bitter melon、うん、ゴーヤね、うん、どうでしょうか、ゴーヤチャンプル。初のゴーヤチャンプル。まあ、チャンプルっていう意味はなんか炒めたって感じなんかね。味多い。Like, I don't know if you salt and pepper or soy sauce, but 味多いあります。うん。しょっからいい、ソルティ。 Good seasoning. うん、あ、good seasoning, OK. Lots of flavor. うん。Wow. めっちゃ苦い。苦い。うん。Wow. Mm. Actually. ちょっともらいますね。Maybe it's like natural. In the start, you don't like it, and then you have to eat it, and then. You know, I think you don't like. めっちゃ美味しい。うん。ちょっと苦味あるけど。ある。豚肉と食べたいのが多い。Without the pork. みたいな。そう、10点中何点ですか。うん。もし10、もしこれが2個あれば10点中8に僕はなると思います。面白い、めっちゃ嬉しい、うんうん、食べてみたいと思って、うん、私のお気に入り野菜じゃないですよ、はい。まあ、ということで今からなんですけど、日本一の星空を見に行きたいなと思います。どうでしょうか、今日の星空、はい、皆さん見えますかね。ちょっと星空あるんですけど、はい、もっといい場所を行きます。今から見に行きましょうか、はい、見てください、これ日本一南にある、これ自動販売機ですよ、ルーさんね。見てください、割引たっぷり。もうほとんど売り切れです。売り切れ、売り切れ、売り切れ、割引じゃない、割引じゃない。これ赤いこのスイッチは全部売り切れです。でもね、ここ見てください、ここね、売り切れって書いてないのに、このなんていうんですか、飲み物がないんですよ。これめっちゃ綺麗、ルーさんの予想なんですか。ワンチューガラゲットゼロ。100円だけ取られるパターン。もしかしたら、マムシが入ってるかもしれない。マムシ覚えてます、西成で、ね、マムシ。マムシが来るかもしれないね、ルースさん。おお、100円だ、ライトついた。これめっちゃおかしいね、100円ってもうこれ売り切れになってないところが電気つかへんとか、もうめちゃくちゃですよ。いきますよ、運命の瞬間です。おお、なんか出てきましたよ。朝日ビール。うーわ、まさかこれが出てきましたよ、ルースさん。何ですか。何だと思います。
ブラックコーヒーかコーヒーブラックコーヒー出てきましたよ。明日の朝飲みます。いやーこれでも多分いいですよ。あの青森とミックスできますよこれ。なんていうんですか、月が邪魔してあんまり星綺麗見えんじゃないですか。 あんまり見えません。でもちょっとあります。まあまあまあここがね、まあ、日本一美しい星空が見れる場所なんですけどね、日本最南端、ここですか。ここね、はい。まあちょっと残念ね。まあでも月明かりがねめちゃめちゃ綺麗んで、まあ、最後月とともに青波さん乾杯して終わりましょう。ルンさん、おうおうめっちゃ酔ってますわ。青波さん結構回りますわ。ちょっとゆっくりめっちゃレアレアがちょちょびちょび、はい、ちょっとだけ、はい、今日もオッケー、ルンさん入れます。オッケー、最後ねウェイクアップショットウェイクアップ。このベッドめっちゃ痛そう。今どこですか。もうサウザンポイントジャパン。どこ